新潟アルビレックスベースボールクラブは新潟県に本拠を置くプロ野球チームである。2007年より独立リーグベースボールチャレンジリーグに加盟している。先行して存在していた J リーグアルビレックス新潟と共通するウニエ母体を持ちチーム名も同一である。リーグ加盟球団の中で他の競技スポーツと同じ名称を名乗るチームは 2017年から2019年までの、市がユナイテッドベースボールクラブのみである。6球団制だった2008年から2014年までは、リーグの上新越地区。8球団制となった2015年から2019年までは、東地区に属した。12球団制となる2020年からは、西地区に移動する予定になっていた。しかし、 同年の新型コロナウイルスの感染拡大によって当該シーズンの運営方式が変更され、新潟は福島、群馬、シナノと中地区を構成し、その中で福島とグループ C としてリーグ戦を実施することになった。2021年も中地区に所属した。リーグが8球団体制となる2022年は北地区に所属する予定。 日シーズン制が導入された2008年以降、2015年度まで連続して地区チャンピオンシップに出場した。これは2014年以前からリーグに加盟する6チームの中では唯一であったが、2016年は出場がならず、記録が途切れた。本節の出展は、特記以外については、リーグウェブサイトの試合日程による、 ホームスタジアムとして10カ所を超える球場を使用している。ハード・オフ・エコ・スタジアム・新潟以下、開催状況を承述する。2004年夏、オリックス・ブルー・ウェーブと大阪近鉄バファローズの球団統合計画を端に勃発したプロ野球再編問題の過程において、NSG グループの創始者で当時 J リーグ・アルビレックス新潟の社長を務めていた池田博が、 同年10月5日に新潟市で記者会見を行い、池田良を発起人として日本野球機構に加盟するプロ野球球団の創設を目指す任意団体新潟に県民球団を作る会を発足する旨を表明した。構想では新潟県を保護地域に定め、新潟市で同年秋の着工2008年度中の春工を目指して、 整備計画が進められていた新潟県立野球場を専用球場として使用するものとし、同球場の竣工に合わせて NPB に加盟申請を行い、2009年シーズンから新規参入する方針を明らかにした。またチーム名もすでにサッカー、バスケットボール、チアリーディングチーム等で使用しているアルビレックスを使用することも決まり、球団の歌唱は、 新潟アルビレックスと発表された。球界再編騒動の収束後、新球団計画は NPB 加盟球団の創設から独立リーグの創設へ方針転換され、2006年7月に北新越ベースボールチャレンジリーグの運営会社が発足。同年8月1日、4個人51法人が出資者となり、新潟県を本拠地とする新球団。 新潟アルビレックスベースボールクラブが設立された。北新越 BC リーグには当初4球団が参加した。新潟は地域密着を標榜するリーグ方針に従い、トンショ大介ら地元出身選手を多数獲得。監督には読売ジャイアンツの選手、コーチだった後藤隆を招聘した。北新越 BC リーグは2007年4月28日に、 開幕。新潟は、ホーム三上市民球場に富山サンダーバーズを迎え、リーグ開幕戦を戦った。初の公式試合は悪天候にもかかわらず4538人の監修を集めたが、試合は富山が9対0で勝利した。2008年、新たに2球団が加わった BC リーグは日築生を導入。新潟は、群馬ダイヤモンドペガサス。 シナのグランセローズと共に、上信越地区の構成球団となった。チームは2008年に新任した、足沢真也監督のもとで、初の地区前期優勝。2011年に、橋上秀樹監督のもとで、地区チャンピオンシップで、群馬ダイヤモンドペガサスを破り、初めて、リーグチャンピオンシップへ進出した。は2011年シーズン終了後にコーチとして、 読売ジャイアンツに移り、同年の NPB ドラフト会議では、同じく巨人から天宮隆が育成5位、渡辺隆弘が育成6位で指名された。同年11月には、小田樹が東京ヤクルトスワローズへ移籍。BC リーグを経ての NPB 復帰は初めてのことだった。2012年は、高津慎吾が選手権任監督を務める。 寺田哲也を中心とする投手陣とリーグトップの打率と機動力による高い得点力が噛み合い全後期を連覇した。特に後期は北陸地区3チームを相手に18勝0敗と圧倒的な成績を収め後期の勝率は806年間通算の勝率も714を記録した。高津はシーズン中に現役引退を表明し 9月22日の対、シナノ戦で最後の登板をした。地区チャンピオンシップリーグチャンピオンシップも、無敗で、初のリーグ優勝を飾った。香川オリーブガイナーズとのグランドチャンピオンシップにも参照、0敗で勝利し、初の独立リーグ日本一を達成した。シーズン終了後に、高津は、監督を退任。2013年より、内藤直行が監督に就任。 この年も、全校期を連覇し、年間勝率。765は2019年までリーグの最高記録だった。しかしリーグチャンピオンシップでは、石川に0勝3敗で敗退した。2014年は前期は最後に、群馬に競り負けて2位となり、半期の連覇は4でストップした。後期は2期ぶりに優勝したが、地区チャンピオンシップで、群馬に敗退した。 シーズン終了後、内藤は退任。12月4日に赤堀元幸の監督就任が発表された。チーム数の増加で東地区所属となった2015年は、前期は独走で前年後期に続いて優勝。後期は2位に終わったものの、ポストシーズンゲームを制して3年ぶりのリーグ優勝を達成。グランドチャンピオンシップでは先に2勝を挙げて、 大手をかけながら、その後3連敗して、愛媛マンダリンパイレーツの前に敗退した。2016年は、全後期ともに3位に終わり、2シーズン制導入以来続けた、地区チャンピオンシップ出場が途絶えた。監督の赤堀は一旦留任が発表されたが、本人からの申し出により、11月8日に退任が決まった。公認の監督として、 前愛媛マンダリンパイレーツコーチの加藤博との就任が12月7日に発表された。2017年には前年まで保守として巨人に在籍していた加藤健が球団社長補佐に就任。また、前年まで東北楽天ゴールデンイーグルスの二軍打撃コーチだった草野大輔が同球団からの派遣によって1シーズン限定で野手総合コーチを務める。 新潟が NPB の球団からコーチを派遣されることや野手の指導に専念する上近コーチのポストを設けることはいずれも初めてである。リーグ戦は前期が2位、後期が3位となる。東地区は群馬が全後期を連覇。新潟は年間通算の勝率で福島ホープスと並んで2位だったがのため、規定により前年に続いて、 地区チャンピオンシップには進めなかった。2018年は全後期ともに3位だったが、いずれも優勝争いには絡めず、前年に続いて地区チャンピオンシップには出場できなかった。9月13日に監督の加藤の今シーズン限りでの退任が発表された。2019年1月18日、元オリックスバファローズ選手の清水明夫の監督就任を発表した。 2019年前期は、序盤より、首位に立ち、5月16日の時点で前期、優勝マジック10が点灯した。しかし、5月26日に、マジックが消滅、終盤に猛追した群馬に首位を譲り、4年ぶりの半期、優勝はならなかった。後期も、首位を争ったが2位に終わる。2020年は、9月に10連敗を喫死し、 グループ主位を福島に譲って、地区チャンピオンシップへの出場はならなかった。10月9日に、監督の清水が、今期の契約満了で退任することを発表した。12月24日、橋上秀樹が10年ぶりに監督に復帰することを発表した。2021年は、3位とはなったが2位のシナノからは18ゲームの差をつけられ、終盤には6連敗を喫した。 シーズン終了後、監督の協情は、打撃に関しては、少しずつだが手応えを感じながらやってきたと述べ、2022年シーズンは、選手一律の指導をやめて、選手の立場に応じた指導に切り替えていくとしている。2014年のみ、前5先制、他は、前3戦制。選手、指導者については、新潟アルビレックスベースボールクラブの選手一覧を参照。 球団独自指定のものなお、現在は、リーグ全球団共通の永久決断となっている。10は、リーグ発足当時は新潟のみの永久決断であった。白鳥をモチーフとした、アルファ君。チーム創設から2年後の2009年4月9日に、お披露目が行われた。長岡市出身のデザイナー大塚明によるもので、名前は、アルビレックスと、野球で、 高校チームが最終回の攻撃をせず勝利したことを示す X がかつて日本でアルファと見誤られていたことにちなんでいる。ありがとうございます。